こんにちは。ステージ衣装専門店 UU モデルです。お声聞こえていますか映像見えておりますか心の準備はよろしいでしょうかいつもライブ配信にお越しいただき本当にありがとうございます。今日も素敵なゲストをお迎えして皆様とご一緒に楽しい配信にしていきたいと思っております。ぜひ皆さんからのコメントお待ちしております。それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。 本日のゲスト、先にご紹介させていただきます。今夜カズミさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ね、ライブ配信そして UU ライブコンサートをご出演されてますので、皆さんご存知かと思いますが、一応自己紹介をお願いいたします。えー、歌謡と、えー、ポップスも歌ってます。えー、はい。シンガーソングライターもやってます。えー、今夜カズミと申します。よろしくお願いします。 はい、よろしくお願いいたします。あのライブ配信なので、コメントで質問等ございましたらお答えしていただけますか？わ、はい、かりました。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。あの、今夜さん、最近はいかがお過ごしですか？最近ですね。はい、まあ、あのー、みんな、なんか家に閉じこもる人が多くてですね。はい、ええー、なんですが、はい、なるべくちょっと外に。まあ人のいないところにですね。 川とかですね川はいそういうところに行ってますねそうなんですねあ、そして松下さんからコメント来ておりますありがとうございます今夜さんこんにちは楽しみにしていましたとこんにちはありがとうございますあのまたコメントしていただきますとゲストの方の目の前に iPad をご用意しております直接コメントが読めますのでぜひ皆さんコメントお待ちしておりますはいはい。あの今夜和美さん生ライブ配信コンサート会場からもされましたがこちらいかがでしたか えー、映像もきれでで、ねはいで、まああのー、音のほうも、あのー、よかったと思います。あそうなんですね 先日ね、ね行われた9月3日のゆうゆうライブコンサート、夜の部にご出演された時の映像がちょこっとだけなんですけども、うちのゆうゆうモデルの YouTube、ゆうゆうテレビにて公開しております、はい、こちらは何か周りから反響ありましたか周りからなんかあの、私も出たいとかっていう人がいましたねあ本当ですか、はいはい、やっぱ映像きれいなのと、はい、あとね、あれをライブ配信で生でコンサート会場に行かなくても見れるっていうの、またちょっと。 新しいですよね。そうですね。はい。はい、そしてあ、YouTube からもコメント来ております。はい、えずらさんからです。こんにちは、はい。こんにちは。えずらさんとはお友達ですか。はい。あ、そうなん、ね、ありがとうございます。そしてチャットさんからもこんにちはとコメントありがとうございます。いますはい。続々と皆さん集まってきました。はい。それでは質問コーナーに参りたいと思います。はい。じゃじゃん。最近 本屋さんの曲作りについてちょっと詳しく教えてください。最近はですね、あの今まではギターとウクレレでやってたんですけど、最近ちょっとピアノを入れるようにしました。あ、そうなんですか。え、じゃあピアノとウクレレとギターで。あら、すごいですね。はい。いろいろと一人で楽曲の方もせっせと作っていらっしゃるということで。はい。 昔ですね、あの三島公会堂っていう静岡にあるんですけど。そこで、四回かな、四回か五回。えピアノの発表会に出たことあるんですよね。あ、そうなんですか。はい。すごいですね。はい。あ、そして、絵面さんからです。二十六日の夜の部、楽しみにしています。ありがとうございます。はい。絵面さんとは、もう。長いんですか、お付き合いというか、お知り合いになって。からあの、そうですね。 えー、そ,そんなに長くはないですね。そうなんですね。はい、なんかいろいろね、インターネットの方もかなり、はい、あのアクティブに活用されてる本屋さんなので、はいろんなつながりがあると思いますよね。はいはい、はい。では続いての質問に参ります。はい、じゃじゃんあの健康にも気をつけている今夜和美さん。はい、何かこう、健康でいる秘訣とか、 ありましたら教えてください。えっとですね、私は水に気を使ってまして、えー、あのー、都内とかの水だとちょっとえっ、ー、とあのー、カルキが入ったりしてる水が多いんですけど、はいえー、電解水素水にして飲んでます。うん、ええーはい、すごいですね。はい、それはなんか朝目覚めの一杯とか。一杯とかですね。コーヒーが全然味が違います。<laughs> まず。 そのお水で入れると。はい。はい、そうなんですね。はい、なんか温度とかそういうのは気をつけてはないですか温度もですね、気をつけてまして、うん、まあちょっと、あの、最近、エビを飼ったりしてるので、あのこういうちっちゃいエビですね。はい、え、ペットでですかはい。すごいですね。はい、そのエビちゃんもそのお水で、その感じで、すかお、ねはいはい、あ、全然やっぱ元気な。 エビ。そうですはい。そうなんですね。ぜひ、じゃあちょっと皆様も、あの、調べていただいて、お水、でもね、やっぱお水たくさん飲んだ方がいいって言いますもんね。そうですね。喉もやっぱり意外とお茶じゃなくてお水の方がいいとか、聞くので、ぜひ皆様も真似してみてください。はい。そして、チャットさんからコメント来ております。はい。夜の部で一緒ですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。前回も同じようなメンバー半分ぐらい。 はい、入ってらっしゃいますが、結構今夜さんあの11月26日先ほどちらっと言ってましたが、桂浦隆司さんそして水木優さんともね、はい、あの顔見知りというか仲良しで、えっと勝浦隆司先輩はちょっとあんまり存じ上げないんですけど、水木優さんは知ってます、はい、お友達です。はい、うんすごいですね。はい、ちょっとなんか知ってる方と一緒に出るのってやっぱ楽しみ楽しみですね。 はい。はい、ぜひ、あの、詳しく、11月26日のご案内とかもね、はい、後ほどさせていただきますので、よろしくお願いします。はいはい、では、続いての質問に参ります。はい、じゃじゃん今日の配信も、Facebook、そして、えっ、ー、と、YouTube。 あともう1本ツイキャスですね3本同時に配信させていただいております今夜さんフェイスブックされていますがお友達申請されたい方いらっしゃいましたら OK ですかいいです大丈夫ですありがとうございます大丈夫ですんで皆さんよろしくお願いしますそしていろいろと SNS の方されてるんですよね今夜さん何されてるんですか SNS はですねまあ美ゴライブとかまずツイッターですよね ツイッターがメインで。はい。あとは。ビゴライブ、えあとは、ええ17ライブ。あ、17ライブ。ライブ。あと、ツイッターとかもされてるんですよね。そうですね。あと、8 1にライブとか、あと、ポコチャっていう。いろいろされてますね。はい。ぜひ、あの、いろいろとチェックしてみてください。そして、あ、ちえさんからですね。今夜さん こんにちは。あ、こんにちは。デビライブコンサートよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして、松下さんからです。今夜さん、YouTube チャンネル登録してから毎日用に視聴させていただいています。ありがとうございます。ウクレレ素敵ですね。ありがとうございます。<laughs> YouTube もね、いろいろされてるようなので、はいはい、ぜひ見ていただいて。はい。はい。あ、江ズさんからすごいコメントが来ております。YouTube の方からのコメントなんですけども。はい。 桂ツ龍二と聞いてますよと今桂ツ龍二さんとこの配信を一緒にそうなんですかあ龍二さん聞いてあの良かったら一言よろしくお願いします夜出演させていただきます今夜和美と申しますよろしくお願いしますはいなんか嬉しいですよねこういう会のトップの方が直接配信を見てくださるというのはちょっと私も緊張してきましたはい。 では続いての質問に参ります。じゃじゃゃん11月26日木曜日 2>、はい、第2回悠々ライブコンサート「夜の部」にご出演されますが、はい、前回とご一緒の歌を歌われるんですかえーいやえー、今回はですね自,自分の作詞、はい、作曲に、はいえー、しようと思ってます。歌歌は切ないい恋っていう歌ありますどういう感じの曲なんですかえーっとですね 本当はダンサーが必要な曲なんですけど、あのまあ盛り上げるような曲になっております。はい。もうなんかそのまんまな歌詞なんですか、切ない声。切ない感じの歌詞ですね。はい。恋愛系。恋愛系やっぱ得意なんですか、今夜さん。作詞作曲される上レン。そうですね、多いですね。うん。で最近作ったのはちょっとやばい歌を作りまして。はい。 ちょっと笑っちゃうかもしれないですけど「へっこきブラック」っていう歌を作ったんですよ。本当にこんな人がいるのかっていうですけど本当実在すするんでよそうなんですね。ちょっとなんかすごい面白いんですよ面白いんですけどまあね、それをちょっと公開するのはどうかなと思ってましてじゃ今度のコンサートでは「説明ない恋」新曲を披露していただけるということですね。そして泉さんかかららの方 コメント頂い,いております。はい、今夜さん、こんにちは。こんにちは。二十六日、またご一緒ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お互いに頑張りましょうと、可愛い顔文字と一緒に。ありがとうございます。はい。では。あの、今後のご予定や P. R. など、ありましたら、お願いします。えーっとですね、十二月二十日。にですね。はいえー、日本歯科協会さんの。うん。えー、牧野さん。 司会者の方がいらっしゃいましてそのコンサートに出演ゲスト出演しますあそうなんですね、はい、すごいですね今後の,あの今夜さんの活躍はいろいろ SNS の方で,で、ね、皆様チェックしてみてください、はい、それではあのちょっと CM 挟んだ後にいつも「UU ライブの雑談コーナーあります、はい、一緒に参加していただけますか いいともは,はいじゃあ一旦ちょっとショートバージョンの CM です、はい、どうぞー u u l ライブをご覧の皆さんこんにちは桂竜二です今回11月26日木曜日 u u l ライブコンサート夜の部に出演することになりました皆さんが安心してコンサートを楽しめるように 感染防止対策をいろいろと行います見に来てください、はい、お願いします今回初の試みコンサート会場からライブ配信をしますおうちでコンサートインターネットの生放送です会場に行けない方もリアルタイムでコンサートを楽しめます 便利な夜中ですね、えー、ライブ配信はコンサートの翌日11月27日から、えー、12月10日まで何回でも見ることができますコンサート会会場で楽しんで、えー、帰宅後もお家でコンサートを届けますすごいですね、えー、会場で見たい方は昼の部、えー、夜の部各5000円ですね ライブ配信で見たい方は昼の部夜の部各3,000円です安いですねあなたのスタイルでコンサートは楽しめます会場へお越しの方は受付でライブ配信のチケットの登録から購入まで えー、そして悠々モデルのスタッフが無料でサポート助かりますね是非皆さん無理せず気をつけてお越しください、えー、会場でもライブ配信でもお会いできるのを楽しみにしています桂隆二でしたありがとうございますよろしく 皆様お待たせいたしました。続いてのゲストをご紹介します。阿部美穂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。阿部美穂さん、それでは自己紹介をお願いいたします。阿部、はいはい、美穂と申します。私は、えっと、歌手をさせていただきまして、はい、あのー。 J-POP や歌謡曲や演歌などを歌わせていただいております。よろしくお願いいたします。はい、今日は今夜さんと一緒にライブ配信ということで、<あ>皆さんに、ねはい、素敵な阿部美穂さんをお届けしたいと思っております。ますそしてちょっとコメントが来ておりますので、ご紹介させていただきます。はい、松下さんからです。11月26日、私はライブ配信の方ですが、とても楽しみにしています。と。<あ>はい、ありがとうございます。ますそして、 ええと、あ、カツラさんからコメントが来ておりますね。えーはい、すはい。お疲れ様です。カツラです。頑張ってください。26日はよろしくお願い申し上げますと。あ,ありがとうございます。<laughs> そんなれなです。<laughs> 今ちょっとショート CM 桂 <laughs> さんご出演していただきましたが、はいねはい、やっぱりオーラがある方なので26日またちょっと皆様その辺も見ていただいて桂、はい、さんも注目、はい、そして今夜さんも阿部美穂さんも注目してみてくださいはい、はい、それではライブ配信はいあの質問などがコメントであった場合お答えしていただけますかあはいよろしくお願いしますはいありがとうございます 最近はいかかがお過ごしですか、はい、そうですそ、ね、うあのコロナの方が少しちょっと落ち着いてきたかなという感じなので、はい、ちょっとお友達とあの一緒にランチに行ったりですとか、うん、あと少しずつあのライブ活動の方にもちょっと、はい、あの力を入れてちょっと出演させていただいたりしております。結構いろいろとコロナのこう一番何もこうってなかった時期よりは。はい、はそうですね色々 はい。出かけさせていただいております。いはい。はい、あの、ライブ配信、はい、今回雑談コーナーにご出演していただきましたが、はい。その時のなんかこう、周りからの反応とか、<あ>反響とかありましたら。はい、そうですね。うん、はい。私は Facebook を主にしてるんですけれども、その、ゆうゆうテレビさんのライブ配信を、うん、あの、YouTube、あの、Facebook の方で上げさせてもらいましたら、結構あの、反響がありまして、はい、結構多くの方にいいねや、 あ、なんか、良かったねって言ってメッセージいただいて、すごい嬉しかったです。そうなんですね。はい、このライブ配信が、はい、今度はコンサート会場で、はい、アルミ子さんのステージを全世界に。そうですね。させていただきますが、そ,すね、<laughs> その辺は何かこう、気持ちとか、<laughs> はい、あ、心構えがありますかす、ね、はい。えー、っと、 以前 ZEP 東京で2年前ぐらいに大きな会場で歌わせていただいたんですけれども、はい、あの今回本当久しぶりにあの大きな会場で歌わせていただきますのでとても楽しみなのとちょっとあのドキドキな感じなんですけど、はい、頑張りたいいと思います、はいはい、よろしくお願いします。ししますそしてあ YouTube の方ですね。コメント来ております。たた、はい、さんからです。<あ>26日よろしくお願い,いたします。よろしくお願いします。そ,そして岩田千恵さんからです。千<あ>恵さんですね。はい、はじめまして。じにがえー 26日に UU ライブコンサートの夜の部に出演します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しいです。ありがとうございます。前回、安部美穂さんは、UU ライブコンサート実は、夜の部に9月3日の日ですね、コンサート会場からご覧になられてたということで、どうでしたかすごく皆さん暖かい雰囲気で、すごく楽しく拝見させていただきまして、はい、あの、そうですね。 あの、明るい雰囲気で良かったですね。はい。そういうのをやっぱ見て、あ,<の>あ、出たいなって思った感じそうですね。<え>あ、なんか素敵だなって、皆さん衣装がき綺麗で、うん、あのー、 輝いてましたので、私もなんかそういう舞台に出れたらいいなって、思っておりました。そうなんですよね。実は前回。今夜さんのライブ配信の時に、雑談コーナーにご出演していただいて。その後あのうちのゆうゆうモデルの社長が、今夜さん、よかったら十一月二十六日。やるんだけど、出ないって時に、お隣にいた安倍美穂さんも。今夜さんからよかったら、じゃ一緒に出ようよっていうので。ご出演が決まったんですよ。ねそうなんですね。はい。なんか、今夜さんのおかげです。 不思議なご縁ですよね。本当そうですね。社長さんと小屋さんにそういうに言っていただいて、本当ありがとうございます。ちなみに、あの光るうちわを前回も、あのお配り皆様にして。応援かけ込んで、かわいい。はい。市場で応援してたんですけども。使われました。使われました。はい。実は、ちょっと屋形船に、ちょっと。あの事務所の方の、なんか、あのちょっと。集まりで、屋形船に行った時に、あのそのうちわを。 ちょっと持参して、まり、うん、ちゃんの分も借りて、ちょっとこう配信でちょっと使わせてもらったりとかして、はい、ね、活躍させていただいておりました、実は、ね。<laughs> はい。今度は、はい。 あの、うちわを振る側ではなく、うちわを見る側として、楽しみですね。はい。ありがとうございます。あの、なんか皆さん、桂隆じさんが YouTube に現れたって感じで、続々 YouTube に皆さん映って見てる感じですけども、Facebook からでも全然いいですからね。コメントしていただければ。あすごい。5、6人バーっと YouTube に映られましたね。そうですか。では、はい。えっと、質問コーナーに行かせていただきます。はい。じゃじゃん。 本日、この後に、はい、アメミホさん、ライブがあるということをお伺いしました。はい、よかったら詳しく教えてください。あ,はいあ,はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、今日の24日の日と、25日の日に、はい、あの新宿の,の J28 というライブハウスで、あの、劇団四季出身の、うん、あの、神広さんと書きまして、神広、うん、さんという方の、あの、ライブハウスのところで、うん、あの、ライブをやりますので、 ぜひ皆さん見に来てください。なんか入場料とかはあるんですか？入場料はですね、二千五百円になりまして、えっと今日は六時あ七時開演なんですけれども、えっと明日は四時半開演になりますね。はい。ですね。やっぱ二日連続ってすごいですね。すごいですね。はい。ちょっとバタバタあれですけど。あでみほさん若いのでまだ。あ、大人はいいですよとか。 ライブができるだからと。はい。ありがとうございます。はい。コメントが来ております。YouTube からですね。泉じみよしのりさんからです。みほさん、こんにちは。第1回ゆうゆうライブでは、ご来場してくださり、お話できてよかったです。今回は一緒に出演ですね。お互いに頑張りましょう。はい。ありがとうございます。頑張ります。そして、チャタさんからです。ゆうゆうメンバー、みんなあったかいですよ。仲間入りですね。仲良くしましょうね。ぜひよろしくお願いいたします。そして、 先ほどからたくさんコメントくださっている松下さんからです。阿、はい、安部美穂さん、笑顔がとても素敵ですね。<あ>すごくかわいです。応援していますね。嬉しいです。嬉しいです。ね。ありがとうございます。ますねはい。では続いての質問に参ります。はい。はい、じゃじゃん。 10月26日にライブ配信をされると伺いました。はい、よかったら、はい、詳しく教えてください。はい。ありがとうございます。えっと、私が所属させていただいております、あの、赤坂にあります、あの、レイタレントプロモーションという、あの、芸能事務所の方で、はい、26日の日に、あの、3時から、あの、えっと、タレント紹介ということで、うん、あの、 配信させていただけることになりましたので、はい、3時からですので、あの、YouTube でぜひ皆さん見てください。よろしくお願いいたします。はい。なんか、どのくらいの時間ライブ配信されるんですか多分、1時間ぐらいで、えっと、多分私と、あと2人の方がいらっしゃって、あの、一人一人紹介して、 たりですとか、うん、あと三人とあと司会のジョーさんという方の,あのトークみたいのを二回二個ぐらい取るので、はい、なんかそのいろいろといろんな盛りだくさんっていう感じで配信させていただいています。楽しみですね。はい、楽しみですね。はい、ぜひ皆さんあのミホ、はい、さんもフェイスブックされてますので、はい、こちらからもかチェックしてみてください。はい、はい、いでは続いての質問に参ります。はい、じゃじゃん。 お肌がとっても綺麗な安部美穂さん。お手入れなど何か教えてください。はい。えっと、私は、あの、おばあちゃんと母が結構肌が綺麗で、あの、持ち肌なんですけれども、はい、私も割とちょっと受け継いでちょっとよく綺麗ねとか言われるんですけども、はい、やっぱりこれから冬の時期になるので、はい、やっぱり保湿をもういっぱいして、あの、お肌を潤って、 行こうと心がけてます。はい、そうなんですね。はい、なんかパックとかもされるんです。そうですね。はい、お米の100%のパックをしたりですとか。幹細胞のやつ使ったりですとか。あの、本当に潤いを心がけて、日々過ごしてます。すごいですね。ぜひ、あの、皆さんも。お肌、これから乾燥しますので。肌も喉も。潤わせて。潤わせてください。はい。はい。では、続いての質問に参ります。じゃじゃん。 フェイスブック、そしてツイッター、インスタ、YouTube といろいろされていますが、フェイスブックでお友達申請したいわーって方いましたら、OK ですか OK です。はい。ありがとうございます。ゆうゆうテレビさんから来ましたって言っていただければ。そうですね。即、はい。その方がスムーズですので、ぜひ、あの、コメントもしくは、はい。あの、メッセージで、はい。ゆうゆうライブ見ましたっていうのを入れていただくと、はい。申請していただければ OK だそうですので、よろしくお願いします。 よろしくお願いします。メインが Facebook なんですかはい、メインが Facebook、はい、になりますね。はい。なんかちらっと私見させていただいたのが YouTube。はい、あ、はい、YouTube を送、はい、<構>っていただき、ね、YouTube 頻繁にされてますよね。そうですね。<laughs> <laughs> 事務所の方からも、なんか <laughs> まあ3日に1回フェースでやって、うん やるといいよとは言われてるんですけどなかなかちょっとできなかったりもするんですけど<ー>なるべくこう継続は力ないで頑張っていこうと思っております。ぜひチャンネル登録して一度見てみてください。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、どういった内容を YouTube で上げているんですか。そうですねえっと勧められたジョースタージョーさんが、はい、あのスピリチュアルや都市伝説系のことを言ってる方でして、うん、まあそちらのあのことを 自分なりにこう調べてあの話をお話しさせていただいたりですとかあとお友達のお家をお借りしまして、うん、あのお料理を作ってそれの配信ですとかあとはあの事務所の方であの、えー、ハリウッドメイクというか、うん、あのいろいろ防具の方のメイクを担当されてたともみさんがあのメイクをしてくださる。 ことになりまして、うん、そちらのあのメイク動画みたいな感じのをさせていただいたりしておりますすごいですねなんかちょっとこういろんな幅広い阿部美穂さんが YouTube で見られる<ー> <laughs> そうですねい <laughs> の言っておりますね <laughs> はい、はい、ぜひチェックしてみてくださいでは続いての質問に参りますはい、じゃあじゃん第2回 U U ライブコンサート、はい、11月26日、はい、こちら夜の部にご出演されますが、はい、どんなお歌を歌われるんですかはいえっと You r Song for Birthday という曲でしてン・ヒロシさんの、あのー、ライブでご一緒させていただいた桃井明穂さんという方が作詞作曲された曲でして、うんあのー、女友達の友情の 曲になっておりまして、うん、あのすごい優しい暖かい感じの励ますあの歌となっておりますので、うん、ぜひ皆さんあの聞いてください。 はい。はい、すごいですよ。なかなか、悠々モデルのコンサートで全部英語のあ曲名っていうのは珍しいので。そうですね。あ、あのー、そういうふうに英語で書いてあるんですけど、<laughs> あのー、曲は全部日本語になっておりますので。はい。じゃあ皆さん安心して、はい。聴いただけると思いますので。曲、はい、<laughs> 名だけです。<laughs> はい。はい。はい、こちらはね、また安部美穂さんのステージ上がって状態をこうライブ配信で、はい。ご覧いただけますので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい では、今後のご予定、そして pr などありましたらお願いします。はい、そうですね。今後の予定はあのまあ、先ほども言いました。えっと京都明日とライブが、うん、歌のライブがありまして。あと26日にあのま芸能事務所のあのレイ、えー。レイプロ tv というあの検索していただきますと、あのそちらの youtube であの？ 配信をしておりますので、ぜひ皆さん見てください。ははい、い。そしてあとは11月26日ですね。はい、11月2日。年ぶりの大きめのコンサートコンサートに出演させていただきます。皆さんぜひいらしてください。はい、よろしくお願いします。それでは、あの一旦 CM 挟んだ後に、いつも UU ライブの後半戦ですね。はい。雑談コーナー設けております。一緒に。 はい。ご参加していただけますかはい。いいと思う。ありがとうございます。<laughs> はい。それでは皆さん配信そのままご覧ください。一旦 CM です。はい、どうぞ。 「捨てて」「心の旅」「花よ星よ何をも」「鳥よ虫よ楽しいかどうして生きるのか」 考えたことあるか人は生まれ人は愛しそれでお皿が消せらせら孤独に咲いたジプシーチェリー でも「やっぱり人生を」「楽しんで今日も生きている」「今でも心は熱いまま」「たった一つ信じられる」 人「人生は人生は時き素晴らしい」「時に 「たずねてきた」 皆さんこんにちは、ゆう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 なね火曜、えー、祭おめでとうございます。まあ随分なさせてもらってますけども、えー、これからもねコロナに負けないで一生懸命頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。福本マサさん。はい。 コメントが来ております。あ,ありがとうございます。松下宏美さんからです。はい、福本まさるさん、元気をいただきました。応援しておりますあ。ありがとうございます。嬉しいですね。はいええ ゆうゆうライブミニコンサート、そして練馬文化センターにて開催される11月26日の第2回ゆうゆうライブコンサートこちらの詳細は雑談コーナーの中でもお知らせいたします。皆様お待たせいたしました。引き続きゲストの方とご一緒に雑談コーナーをお送りさせていただきます。本日のゲストは本屋かずさん、そして阿部美穂さんです。よろしくお願いします。 どうもお疲れ様でしたあ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いましましょう。はい、乾杯。ちはい。はい、今日は社長は珍しく画面の左手におります。はいはい。乾杯。お疲れ様です。お疲よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いますはい、そして熊谷の阿保地さんからコメントきました。こんにちはと。はい、ありがとうございます。桂隆二さんのファンの。 でいらっしゃいいます <laughs> いつも来てくださりありがとうございます、はい。はい。あの、今夜さんと阿部美穂さん、あのお二人のなんかこう、出会ったきっかけとか、いつごろ出会いになったのかっていうのを聞いてもいいですかはい。えっと、前に、歌手の,の方の、うん、女性の方のバースデーパーティーがありまして、うん、その際に、 あの、今夜さんもいらっしゃってましてで、私もあのちょうど誕生日月が一緒でしたので、うん、あのステージで歌わせていただきましてで、そちらの縁であの今夜さんとお知り合いになりまして。あのはい、それがきっかけになります。あとそうなんですね。あと友達のまりちゃんに、はい、あの今夜さんっていう演歌歌手の方がいるんですけど、うん、あいるんだけど、あの会ってみたら？って言って紹介していただきまして。うん、はい。あの。はい その前からしてたんですけども、また久しぶりに再会という形になります。はい、はい、そうなんですね。はい、一緒にステージは立たれるんですかは、まだ立た,立たれたことあっ初,初だと思うんですよ。初めてですね。そうなんですね。はい。ね、どうですか、ご一緒に初めてこう一緒にステージを立つっていうのは。今夜さん、結構いろんなところでステージに立たれてますので。 神のような存在の方なのでご一緒させていただけるなんてもで、はい、恐れ多いって感じなんですけどもはいあと、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします,あ,ますあの今夜さんは阿部美穂さんとちょっと出会った時第一印象はどういう感じでしたかうん歌をやってるのかなっていうのを聞いた記憶がありますね<ー>はい、はいうん、なんかいろいろお芝居とかもね阿部美穂さんされてますもんね、はいはいはい はいうん、じゃあ安倍美穂さんから見て、今夜さんは第一印象は、第一印象はそうですね結構あのその前からあの別の友達から、うん、今夜さんってすごいいろんなところで歌っててすごい方、すごい人なのよっていうのを聞いてたんですよね、それで、うん、あなんかあ,のあほらほ、ら今夜さんってこの人だよみたいなことを教えていただいたので、あこの人が今夜さんなんだっていう、すごい思っておりました。<laughs> そうななんんですねねか お二人見てると、なんか演歌は歌わなそうな感じで、特に今夜さんは、ね。はい、<laughs> ウクレレやギターやピアノだと、はいはいね。美穂さんは演歌は歌われるんですかあ、演歌は、はい、そうですね。はい。そうなんですね。はい。なんかちなみに、あの、ジャケット姿で前回、あの、今夜さんご出演されてましたが、はい、お着物とかで歌ったりはするんですか、はい、あ、しますね。お<ー>あのー、えっ、ー、と、どこだっけな。えー、いや、いや。 ヤホテンマングに出演しましたね。うん、あ,あの着物で出ました、ね。その時は、ええー、と、天城越えとか、ええと、夢芝居。あ,<ー>あと、オリジナル曲を三曲いました、ね。はい。おべみほさんはいつもドレスとかですかステージは。そうですね。ドレスとかが多いですね。はい。着物は。そうです。あ。ちらっと、何回か。パーティーとかで歌わせてもらった時は。 着物を着させていただきましたけど、最近はドレスばっかりですね。はい。ね、うちドレス屋なので嬉しいです。じゃあ、阿部美穂さんのステージを今夜さんはご覧になられたことはあるんですか。ああ、YouTube ではありますね。ああ、はい。なるほど。はい、YouTube ね、今いろいろ配信とかもありますしね。はい、収録したもの載ってたりとかもね、はい、できますからね。はい。何か社長からは あのー、なんかね、ネ、はいえー、ットで2人でやるとか、はい、そういうことって言われるんです。例えば、小山さんが作詞作曲した曲で2人で歌っていう、はいはい、そういうなんかことっていいかなと思うんですけども、はい、どうでしょう あじゃあちょっと考えてみますね。はい、あ,ありがとうございます。はい、そうなんですよ。あの、前回、9月3日の UU ライブコンサートの,、はい、あの映像を私ちょこっとこう編集してるときに、はい、今夜さん、次回はデュエットで出ますって言い切っちゃってるけど、デュエットじゃないよなと思って、はい、<laughs> 次は、次回はもう出ますからね、はい、デュエットで、みたいな感じの、こう言ってたので、はいはい、これ使っていいのかなと思いながら、はい、しれっと入れちゃいましたが。大丈夫です、大丈夫です。 ねはい、じゃあその次回の次回あたりに、はい、<laughs> デュエットで、はい、あの洋楽にしようと思ってますもしあれだったらああいいですねす、はい、いです <laughs> ありがとうございます <laughs> エンドレスラブみたいな歌がいいと思いますちなみにステージではウクレレは持って歌うとかいうのあんまりないんですか やっぱじゃギターよりもですえと、ギギタターーね。多いですよね。えって言われたことがあるんですけど「あのオリビアを弾きながら」っていう曲をピアノでバリバリできるんですけどすごいそれを弾いて歌った時は「ええって言われましたよお客さん。えピアノもできるのって言われいや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 」って言ったんですけど。ね。もう何でもできちゃいますね。 安部さんは何かこう楽器系は私は何にもできなくて。あ、今度、今度、ウクレレサークル実は、えそんなのあるんですか本屋さんにウクレレを教えていただこうと思って、お教室っていうか何人かで。はい。えすごいですね。初心者の方でも、はい。OK なんですかはい。もう一日で弾けるようになります。え、そんな簡単にできるんですかその、一日って何時間ぐらいのレッスンですか 2>, まあ2時間ぐらいですかね時間で弾けるんですね、はい、ウクレレ。はい、ぜひあの、詳細ありましたら、ね、はい、皆様にあのお伝えしていただいて。はいはいえー、と毎週水曜日、ですね、はいえー、場所はちょっと決まってないんですけど、皆さんが、えー、参加してくれる皆さんの、うんえー、中間点でスタジオを借りて、うんえー、や,やってます。 ですか今、六人しかいないので、うんうん、えっと、今後ですね、もうちょっと増やしていきたいなと思います。すごいですね。はい<ー>、はい。どうですか、楽しみですか、うん。あ、楽しみですね。なんか今夜さんがこういうウクレレあるよって言われまして、<laughs> フルーツ柄の。なんか、あの、えっ、ー、と、スイカとか、うん、オレンジ柄の、はい。のがあったりして、<ー>かわいいウクレレがあったので、それを購入して。

教室をやるよっていう話だったのでちょうどよかったと思いまして参加させていただけることになりましたあの皆さんウクレレ興味ある方いらっしゃいましたら今夜さんまでなんと無料でやってますのでえっそうですよね無料なんですよスタジオ代だけは割り勘っていう感じですねありがたいですだから中間点なんですねみんなに優しい すごいですねでもね2時間で弾けるようになるんだったらちょっとやってみようかなと思う人いそうですよね社長よかったらウクレレどうですかそれよりもどうしてウクレレを普通あまりやらないですよねハワイに僕行くんですよでハワイでウクレレ教室っていうのを1回あの 行ってみたんですよね。はい、そうしたら外国の方が1日で弾けるようになるよ。って英語で言ってるんですよ。<う>で、えー、アロハを追えって言っ歌なんですけど、はい、もう1日でもう弾けちゃったんですよね。それからあこれ面白いんだなと思って。あのコードも簡単ですから。ギターに、えー、ギターはあの f コードっていうコードで、はい、あのー、挫折する人が多いんですよ。う だけど、ウクレレの場合、F を押さえるのが、すごい、これなんで、簡単なんですよ。ギターは、これ全部押さえなきゃいけないんですよ。なんかね、9月3日に出たときに、ハニシクさんが出ましたよね。ハニシクさん、もともとはハワイアンなんだ。ハワイのね、あれでウクレレなんかもね、やってて、今度はだから、 そういう形で出ようかなとか言って奥に言ってましたけ、ね、ど <laughs>、はい、ライブ配信世界に行くんだじゃあ今度次回はアロハシャツ着て出ようかって言って帰られましたいいですね普段なんかねアロハシャツ着てますもんねそうなんですよ普段着もアロハシャツ<ー>皆さんアロハシャツで<ー>なんか事務所にね遊びに行ったら、はいはい、アロハシャツ素晴、えー、らしい <laughs> ねねすごいですよね だから、楽器に挑戦される安倍美穂さんと、はい、そしてウクレレをね、はい、教室される今夜さんということで。はい、あの十一月、はい、ね、二十六日、こちら夜の部、お二人とも同じ部にご出演されますが。はい、何かこう、周りから、なんていうんですか。こう、なのに出るんだよって、周りにこう宣伝したりとか、されてますか。あ、あの、ビゴーゴライブでやってますね、僕は。あそうなんですね。はい、なんか言われますか。こ,こ,こういうふうに。 やってますあ、チラシを <laughs>、はい。はい。みほさんは何か宣伝をは,はい。あ、そうですね。友達とか、うん、あのハイライブに出演させていただける方とかに、はい、宣伝したりとかはい、はい、しておりますね。はい。はい、ありがとうございます。はい ゆうゆうライブコンサートこちらは会場に行けない方でも遠い方でもねツイキャスから有料で見れますのでぜひ皆さんの買い方わからなければ阿部美穂さんそして今夜和美さんに直接聞いていただいても OK ですよねそして購入して見てみてくださいはい当日ですね見に来てくれた方にはこれちょっと光るうちわをここ押さえるだけですね はい、こっちをポチッと押すい。こうやってね何個かできますから、はいいですあのー「安倍さん美穂さん」とか「今夜さん」って呼べないので、はい、これで応援してください全員の方に無料で、はいはい、サービス。 無料でね差し上げてますので、はい、はい、ぜひこのうちわで応援していただくということで、はいはい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ますそれでは UU モデルでのコロナ対策をご一緒に、はい、はい、皆様にお伝えしたいと思います。UU、はい、モデルでは、えっ、ー、とご来店時に手指消毒、そちらの青のボトルですね。はい、こちらで消毒の方をしていただきます。はい。はい、そして基本的にはマスクの着用をお願いしております。 はい。そして、来店時は、検温もお願いしております。はい。こちらですね。おでこでピッと触れずに測れるタイプです。そして、有用モデルの店舗内での,こちらの対策です。低度保存発生器、こちらですね。白の箱になります。はい、こちらも設置しております。で、えー、とマスク消毒検温の場合は、 会場でも皆様にご協力ししてていただきますそ天皇銅像発生機は、えー、と練馬文化センター小ーホールの場合だと客席内に4カ所そして受付に1カ所で密になりそうな舞台袖下手側ですねに1カ所設置させていただきます、はいはい、そしてお店の奥の方にありますが紫外線消毒器もこちら受付にて設置させていただきます、はい、そして遊戯モデル店内も定期的な換気を心がけておりますはい でご来店いただきましたお客様皆様にアルコールのハンドジェルをプレゼントしております。こちらですね。後でお渡しいたします。はい、はい。ありがとうございます、はい。ポケクリーンです。皆様のご来店心よりお待ちしております。それではここで、ゆうゆうモデルからのお知らせです。ゆうゆうモデルでは9月3日のゆうゆうライブコンサートが大好評だったため、 第2回目、そして小さなコンサート、悠々ライブミニコンサートの開催が決定いたしました。悠々ライブミニコンサート、10月29日木曜日、こちら、吉祥寺にて開催いたします。午前の部、開演は10時半から。ゲストは、アイリンさん、泉よしのりさん、松浦明人さんです。午後の部、開演は13時から。ゲストは、あやしろみささん、 千恵さん、そして茶田さんです。各20分ほどのステージをご用意しております。ミニコンサートなので、ライブ配信は無料でご視聴できます。そして、こちらですね、ライブ配信でも楽しんでいただけるように、前回同様、生放送中のコメントをご紹介するコーナーも設けております。こちらのライブ配信は、ゆうモデルの公式、YouTube チャンネル、ゆうテレビにて、 無料でご視聴できます。事前にチャンネル登録の方をお願いいたします。そして、第2回 UU ライブコンサート11月26日木曜日、こちらは練馬文化センター小ーホールにて開催いたします。昼の部のゲストは、バザンクロスとビリヤマキコと歌仲間。夜の部のゲストは、カツラリュウジと歌仲間。 本日のゲストの今夜かずみさん、そして安部美穂さんはこちらの夜の部にご出演されます。ライブ配信のスタッフは前回と同じメンバーのジャニーズの某国民的アイドルのスタツアースタッフです。悠々モデル史上最高のコンサートを会場のお客様はもちろん、ライブ配信をすることにより素敵なステージをインターネットで全国リアルタイム、生放送でお楽しみいただけます。 U U ライブコンサートのチケットは昼の部夜の部こちら会場は各5000円ライブ配信は昼の部夜の部各3000円ですご来場のお客様には安心して楽しんでいただけるようにコロナウイルス対策を徹底して行いますこちらもライブ配信からでも楽しんでいただけるように前回同様生放送中のコメントをご紹介するコーナーも設けております応援コメントお待ちしております ぜひ午前も午後も会場またはライブ配信でお楽しみください。そして次回以降の UU ライブコンサートにご出演したいと思っている歌手の方は UU モデルまでご連絡ください。会場のチケットは UU モデルにて販売。ライブ配信のチケットはツイキャスにて販売しております。 そして、ツイキャスの新しいチラシですね。こちらで来ましたので、もしご必要な方いらっしゃいましたら、悠々モデルまでお電話ください。お送りいたします。こちらのライブ配信のチケットを先着順になりますが、ご購入の方には、応援している歌手のサイン入り撤収ポーチをプレゼントしております。ツイキャスでの購入後、ツイキャスのメッセージでお名前、 住所、電話番号、応援している歌手のお名前をお伺いいたしますので、ご記入の上、お返事をください。ツイキャスのメッセージの送り方がわからない方は、購入後に UU モデルまでお電話ください。こちらは先着順となりますので、お早めにお願いいたします。さあ、次回の UU ライブは、10月27日、こちら水曜日です。15時ごろからゲストは、 もしてるみさんです。お楽しみに。はい、本日は今夜、かずみさん、そして阿部美穂さんをお迎えしてお送りさせていただきました。はい、はい、本日のあのライブ配信のね。いかがでしたか？今夜さん、えー、前回同様ですね。はい、あのー、スムーズにできたと思います。<laughs> ありがとうございました。はい、阿部、はい、美穂さん、どうですか？はい、なんか？ 始まりますと、結構あっという間で。そうですね。も早いなって、そう思いました。はい、はい、そうですよね。はい、<laughs> それでは、視聴者の皆様、ファンの皆様へ一言ずつ、今夜さんからお願いします。はい、皆さん、ええー、十一月二十六日、ええー、夜の部、ええー、出演させていただきます。今夜和美と申します。ええー、皆さん、ぜひ、ええー、よろしくお願いします。はい、そして、安部美穂さん、お願いいたします。はい、同じく、あの、夜の部で。 出演させていただきます。阿部美穂と申します。一生懸命歌いますのでよろしくお願いいたします。はい、皆様11月26日夜の部にご出演される。方た2人ですね。今日お迎えしてお送りいたしました。本日のゲストは今夜和美さん、そして阿部美穂さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。したバイバーイ